鉄道メンバー順調トイレで行われます。2コーナーのポケット支店での限定に順調に行われていますが、たくさんのリーダースイート入って少しやはりリーダーが自慢ホワイトドッジに限定しております。依然として風が強い順番に場所を、しかし現在はまだ日が差しています。最後のゲートに12番ゴーチンに収まってスタートしました。少し後ろ側が後方になっています。高田市17番名称電線が切って赤番組に2つ乗り通ります。12番ソイルコリア2番手、2つ先に1番ホークホワイト、5番レイトルミナス、16番マスノアルレイダー、さらに7番コスミックエナジー、前から6投目です。その後ろ10番ホワイトドッジがいて、あとは8番ディーナスイート、一番新半後方10番ビルドーシャ、中段に6番ルッツアワーカーです。並んで14番リーディングパート、あとは一番新後方広がっていますが、内から2番サリーバランス3コーナーのカード600メートル34秒1の通過、あとは3番ユーチャファースト、そして9番のカーテンジュエルで3、4コーナー中間、その外18番フォーチュンビームです。あとは後方に10番岩原、あとは13番アルスレートが行って、14番レイジングリバーの展開です。4コーナーを迎えます。前の2頭富士11番ソーユンコリア、わずかに先頭4コーナーが直線構成、2番は17番名称厳選、今度はまた先頭が2頭並んで坂を上がっています。17番名称厳選先頭を突き放して2番新リーダー、こちらクリスラップで11番ソーユンコリア、あとは5番レッドに返すが2番手争いへ、あとは2番ホワイトロンジ、間から1番松山選手が少しロータンが続いています。探偵でお待ちください。